皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、ちょっと今日お知らせなんですけど、いつもこのガズレレが使っている G ラボウクレレの、ポップアップショップ出店が、明日明後日横浜のですねウクレレピクニックというイベントで行われる、ところで出店してます。はい、皆さんお出かけください。横浜のハンマーヘッドというところで行われるということでございます。はい、G ラボウクレレの全てのメンバーラインナップがですね勢ぞろいして、皆さん、ね、お試しいただいてですね、まあ、もちろん在庫があれば、即ゲットもしていただけるということなんですけど、今回はですねちょっと今ねその会場に向かっておる最中なんですけど、厚さ2センチの噂のタビレレお試しいただけます。もしねタビレレ2センチ引いて、厚さ2センチのちっちゃいウクレレ引いてすげえいいと思った方は、そちらでもねご予約を受付していただけることができるというようなことになっておりますと。はい、そういうわけで今ですねアッキーとヨッシーがですね、荷物を満載にして、軽トラに荷物満載にしてですね横浜の会場に設営準備に向かっているところだと思います。お時間ある方ぜひ、9月の9日10日2日間 G ラボガズレレ G ラボのこのウクレレのある、ポップアップショップの場所を探してもらって、やっぱメインステージの目の前だという話なんですよ。まあでもいろんなショップとかねブースが出ているでしょうから、その中みんな見ていただいて、いろんなウクレレを試して、G ラボのところももちろん試していただいてというような感じで行っていただければなと。もう秋の行楽にいかがでしょうかというそんなお知らせでございました。はい、これを機にですね、なかなかね普段お目にかかることがない、もしかして試し引きしてみたいなという方、行ってみてくださいね。はい、横浜では、ヨシとアキがお待ちしております。ガズはちょっと行けないんですけれども、もうどんな質問にもね、ヨシとアキをお答えしていただける、皆さんは温かくお迎えするんで、よろしくお願いします。それじゃあ、秋の芸術の秋だよ、ウクレレ楽しんでいこう、ガズレレよろしくね、バイバイ。